皆さんこんにちは、マーキーです。今回もルイージマンションをゆっくり攻略していくよ。さて前回は、このマンションの1階部分の攻略に移りました。中には大変なまずいものから、パンとかパンとかナイスブレッド、などがあり、最後に食堂と厨房を抜けた先の庭で犬と友達になりました。まあ、最近のワンコはどうかわかりませんが、ワンコはすぐに死ぬので、だいたいマイクラ本編でも観賞用動物として使われていますね。まあ、この家に住んでいるワンコなので、きっと私よりもこの屋敷に詳しいでしょう。案内をしてもらいましょうねー。って、こねー？どうやら自由奔放な性格だみたいです。こい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 。どうやら、感圧板が嫌でこっちに来れないみたいです。今、突然ワンコが現れたような。さ、最初からついてきてたよね。そうだよね。プロテインだもんね。さてさて、そんなのさておき、先週の続きからやっていきましょうね。おっと、早速ネズミに攻撃をされていくルイージ。空にはキースも迫っているぞ。しかし、こんな家にコウモリが住み着くとか、実際にそういう事例ってあるんですかね。あ、ちょっと話が違うんだけど、マーキーさんは昔、足高クモのジェニーちゃんを玄関に住まわせていたことがあります。上京して初めてゴキブリを見たけど、ジェニーちゃんがすべて退治してくれましたね。ありがたい、ありがたい。さて、金色の鍵は持っているので、目の前の扉に入ってみましょうか。君はここで待っていなさい。おお、懐かしいスポンジだ。ここは大きな水槽部屋みたいですね。羨ましい。マーキーさんイカが大好きなんだけど、ぜひこういう大きな家を建てたらイカを飼ってみたいですね。うお、なんだここ、水槽の底には、砂利でもなく剣山が敷いてある。てぇ、上にもかい。迅速に助けるとか、看板に書いてあったけど、ってことはここの水槽自体は簡単なギミックがあると見た。水槽のどこかにチェストがあるはず、それを取ってしまえば、ピースオブケークよ。あれ、なんか外に繋がっているなぁ。は？何の困難もなく、鍵をゲット。てっきり、あの水槽の底にチェストが置いてあって、そこまで行くのに針山が邪魔っていう展開だと思ってたよ。一応、ほんまは、隠しアイテムあるんやろう？なぁ駆動、な、ノリで水槽の中を探索しましたが、何も見つからなかったのでカット。トイレトイレ。右側のあれは何かわからないけど、レッツ、ジャンピングセッション。このトイレ。深い。水も流れないや。水が流れないんだって、それじゃあ、ダンピングセッションできないじゃないですか。あ、ダンピングセッションの意味がわからない人がいると思うけど、とっても綺麗な言い方です、とだけ言っておきましょうかね。って、おいルイージトイレの中に入っちゃった。ああ、嫌になるなぁ。嫌なら入るなよ。あ、でもたくさんの宝物が手に入ったぞ。ちょっと待てよこれ。おい、もしかして、このアイテム、全部トイレの水を通ってきたということか。うげぇ、汚ねぇ。いくら金目のものでも、汚いものはちょっと。まあ、これで石の剣を変えるようになったかな。次に地下室にも行きたいけど、まず最初に剣を買ってきました。この奥が地下室かな。さらに深く入り込んで行きます。え、下水道とか聞いてないんですけど、また、臭そうなところに行くのか、まあ覚悟していきますか。なんじゃこりゃー。なんという、大量のネズミたち。いわゆる、ドブネズミね。あ、部屋の端にあるネズミホイホイに大量のネズミが引っかかって、ほとんど私が倒すことなく終わりそうだわ。そう言っているそばから、また次々にネズミたちが死に行く。最後の一匹を倒しました。ついでに部屋の中を探索してみましたが、何もなかったです。おお、これは、シルバーキーが二つありますね。これで、あの大きな扉を開けることができる技です。あれ、ハートの器ってどう使うんだっけな。あ、拾うのか。
気休め程度にレベルアップ。早速やってきました。さて、どこに繋がるかな？また庭に出ましたね。ここは、厨房からの庭の垣根の隣のもう一つの庭みたいですね。あれ、野生の狼か。置いてきたのに、なんでここにいるんだ？って思ったわ。何か特別なことはないみたいです。何か、変なオブジェクトを見つけました。なんだろう、鍵付きの扉みたいですけど。鍵がかかってる。どこに鍵が？マンションの中はもう探索済みだから、どこか近くに鍵があるはずなんだけどな。おお、明らかに怪しい。でも、開けられそうなところがないな。鉄の扉だからレッドストーン信号がないと開かないし。何か来る。また、可愛いワンコを切ってしまった。全国の愛犬家の皆さんすみません。シルバーキー自体も持ってないから、この扉も開けられそうにないな。どこに行けば新しい鍵が手に入るかな。もう、この小屋しか残ってない。どこかに入り口が、あった。まさか、こんなところにツタがついているなんて誰も思わないよな。そして、壊れた天井窓。うげぇ？すごい匂う。このトイレの水、流さなきゃ。うおー、臭い。このはしごはどこに通じているのかな？え、またこのパターン。うわぁ、またルイージ躊躇なくトイレの中に入り込んでいく。うわぁ、しかもそこにいっぱい溜まってんじゃん。おっと、もしかして、アンモニア臭で亡くなった人の霊かな。くわばらくわばら。人は幽霊だけでなく、牛にもなるんですね。臭いけど、ようやく金の鍵をゲット。さっきの井戸へ行ってみましょうか。鍵が閉まってたってことは、この井戸も事故で死んだ人の霊とか出てきそうですね。なんか、井戸の中にしては明るくね。なんか、井戸の中にこういう施設があると、陰謀論を感じちゃうよね。これは、このままプロペラに乗っちゃえばいけるのかな？お、いけたいけた。随分奥まで広がっていて、白骨化した遺体も数多くあるみたいですね。雲が居座っているということは、雲がこのスケルトンの外見を食べたのか。なかなか、厳しい現場だぜ。まあ、配管工のルイージなら、いつもこういう風景見ているんだろうな。見慣れているんだろうね。おっと、ジャンプアクション。これはゼルアドで慣れているから、もう落下中の楽勝でしょ。というか今更感。うっす。ちょっと久しぶりだから、何度か失敗しているけど、宝箱にたどり着いちゃえば問題ないよね。鍵が手に入りました。鍵付きの扉が先ほどの大広間にあったと思うので、行ってみましょう。緑色の階段ってなんか綺麗だな。周りの壁が、クリーム色のレンガだからかな？マイクラ本編でも、こういうブロックがあるといいんだけど。右かな？おっと、ここでスカイプの音が入るハプニング。視聴者の皆さんの中でも、スカイプを確認した人が何人もいたんじゃないですか？編集中の私も見ちゃいました。普段スカイプつけていないので、たまにつけてると、つけているの忘れて録画とかしちゃうから困っちゃうよね。ああ、なんか意味ありげなチェストの配置だな。まあ、降りていって確認してみよう。フックショットだ。やったぜ、フックショットを手に入れた。木の板に向かって打ち込むと、フックショットで移動することができるぞ。フックショットか。上の方に木材が見えるから、あっちの方に進んでいけばいいのかな？というわけで今回のルイージマンション攻略はここまでです。来週はこのフックショットで移動した先からの実況になります。よかったら、親指立てていってね。それでは、また来週。バイバイ。